日程第3、議員辞職の件を議題といたします。本件につきましては、11番、森重則議員の一身上のに関する事件であり、地方自治法第117条の規定により、除籍の対象となりますので、11番、森重則議員の退席を求めます。11番、森重則議員から議員辞職願いが提出されております。事務局長をして辞職願いを朗読願います。事務局長。はい、議長。はい。朗読いたします。辞職願い、私議、この度一身上の都合により、令和5年3月2日をもって議員の職を辞したいので、地方自治法第126条の規定により許可くださるよう願い出ます。令和5年2月22日、森山市議会議長、はずい松彦様、森山市議会議員、森重重則、以上。お分かりいたします。11番、森重重則議員の辞職を許可することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、11番、森重重則議員の辞職を許可することに決しました。森重重則君の入場を許可します。森重重則君にお伝えいたします。先に提出されました議員の辞職願いにつきましては、ただいま議会の許可が得られましたので、ご報告申し上げます。森重重則君から議員の辞職に伴い、挨拶を求められておりますので、これを許します。森重重則君。はい、どうぞ。ただいま議長のお許しをいただきましたので、私の一身上の都合により議員辞職をすることに伴い、ご挨拶をさせていただきます。まず、副議長という、重責をいただきまして、そして途中で、辞職することをお詫び申し上げます。また、私の一身上の都合により議員辞職をすることに関しまして、市民の皆様、そして議員の皆様、職員の皆様にご迷惑をおかけしたことに対しまして、お詫びを申し上げます。今回、議員辞職をいたします。私、ここの、約8年間、市議会議員として、この場で皆さんと真剣に議論をさせていただき、協議をさせていただいたことを光栄に思っております。皆様と一緒にですね、市民福祉の向上についてさまざまな課題を解決し、そして守山市の今後の発展に努めてまいりました。またこれからも皆様と一緒にですね、守山市の発展と市民福祉の向上頑張ってまいりたいと思います。本当にここで立てたことを光栄に思います。最後になりますが、皆様のご健康と幸多きことを心より願っております。本当に長い間ありがとうございました。失礼します。日程第4、これより決議となりました副議長の選挙を行います。選挙の方法につきましては、事務局長より説明願います。事務局長。はい、議長。選挙の方法をご説明いたします。まず、1番議員より氏名を読み上げますので、順次、記載台にて、記載の上、投票をお願いいたします。投票は短期無記名投票の方法により行います。法定得票数は、地方自治法第118条第1項の規定により、準用する公職選挙法第95条第1項第3号の規定により、有効投票総数の4分の1であり、当該得票数以上で最多数を得た方が当選人となります。なお、同数の場合は公職選挙法に基づき、くじで定めます。なお、
白紙投票は無効となりますので申し添えます。以上、説明を終わります。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員は19名であります。投票用紙を配布いたします。投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。点呼において順次投票を願います。点呼を命じます。事務局長。はい、以上。はい、1番川本浩平議員、2番酒井陽介議員、3番藤原博美議員、4番今江恒雄議員、5番田中久人議員、6番西村博樹議員、7番赤渕義隆議員、8番福井澄子議員、9番渡辺邦夫議員、10番石田誠三議員、12番新野文雄議員、13番国枝俊孝議員、14番山崎直樹議員、15番小西幸治議員、16番小牧一美議員、17番羽津井正彦議員、18番森高康議員、19番高田正治議員、20番藤木武史議員、
投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により開票立ち会人に1番川本浩平議員、2番酒井陽介議員、3番藤原博美議員を指名いたします。よって立ち会いをお願いいたします。選挙の結果を事務局長より報告願います。事務局長。はい、議長。選挙の結果をご報告いたします。投票総数19票、これは出席議員数に符合いたしております。有効投票19票、有効投票中7番赤渕義孝議員17票、16番小牧和美議員2票、以上の通りであります。この選挙の法定得票数は 4.75 票であります。以上、報告を終わります。ただいま報告いたしましたとおり、7番赤渕義孝議員が副議長に当選されました。7番赤渕義孝議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定に基づき当選の告知をいたします。7番赤渕義孝議員に副議長当選のご挨拶をお願いいたします。はい、どうぞ。ただいま議長のご指名を受けましたので、皆様に一言ご挨拶を申し上げます。ただいまの副議長選挙におきまして、議員の皆様の多くの賛同をいただき、重責を賜ることができました。そこに感謝をいたします。本当にありがとうございました。これからの森山氏の山積する課題に対しまして、議長とともに協力をいたし、また個人的にもより一層研鑽に励み、邁進をしていく所存でございます。これからも皆様のご理解、ご協力を賜りながら物事を進めてまいり、より一層のご指導、ご鞭撻をお願いを申し上げ、簡単ではございますが、
副議長就任のご挨拶をさせていただきます。これからもよろしくお願いいたします。